ブランドン・マイケルマンは、アメリカ合衆国ワシントン州出身の元プロ、野球選手、コーチ。左投げ左打。NPB での登録名は、ブランドン。CPBL での登録名は、マンオン。2005年5月9日2002年に、MLB ドラフト27巡目で、タンパベイデビルレイズに入団し、2009年まで、3カのチームでプレーした。2010年、 ロサンゼルスドジャース参加の A 級インランドエンパイアシックスティックサーズでプレー後独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスでプレー。2010年10月に横浜ベイスターズの周期キャンプにクレイトン・ハミルトンらと共にテスト生として参加する12月3日横浜ベイスターズと契約が成立した登録名はブランドン 2011年は故障もあって出遅れるものの8月27日の中日ドラゴンズ戦で3点ビハインドの9回に初登板を果たす中継ぎで10試合12回13イニングを無失点に抑えると同年の横浜ベイスターズの投手陣の成績が芳しくないこともあり先発へ転向。10月5日の読売ジャイアンツ戦で6回無失点の高騰で 初先発初勝利を挙げた。最終的には先発、中継合わせて12試合で1勝1敗防御率1.16と好成績を残した。2012年は昨年の好成績もあり、開幕から先発ローテーションの一角を担うが、5月10日の対巨人戦で寺内隆之のライナーを右膝に受け、右膝内側の打撲により登録抹消。 5月31日に1軍に最昇格した後は6月16日の福岡ソフトバンクホークス戦で1点のリードを6回まで守り切りシーズン初勝利を挙げた。なお、チームが初回の1得点のみで1から0で勝利した例は1995年8月30日の対ヤクルト戦以来17年ぶりであった。しかしシーズン通しては2勝8敗。 防御率5.32と振るわず、10月10日にジオ・アルバラード、ボビー・クレーマー、オスカー・サラサー、ランディ・ルイーズと共に戦力外通告を受けた。11月30日に自由契約公示された。2013年1月9日にはシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだが、開幕前に解雇される。その後再び来日し、4月16日に、 ベースボールチャレンジリーグに所属するシナのグランセローズに入団した。シーズン終了後、ソフトバンクの周期キャンプにテスト生として参加したが、不合格となった。12月18日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2014年はパイレーツ参加の AAQ アルトゥーナカーブに所属していたが、5月28日に解雇となり、 独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約する。2015年はアメリカンアソシエーションのファーゴムーアヘッドレッドホークスと契約。10月6日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2016年2月、禁止薬物に認定されているオスタリンを使用したことで MLB 機構より80試合の出場停止処分を受け、 6月30日に復帰した。この年は、ルーキー級アリゾナリーグアスレチックス、AA 級ミッドランドロックハウンズ、トリプ AA 級ナッシュビルサウンズでプレーし、3球団合計で13試合に先発登板して4勝4敗、防御率4.4873奪三振の成績を残した。2017年は、AA 級ミッドランドでプレーし、46試合に、 登板して3勝8敗にセーブ、防御率4.24081奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2018年1月10日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕は、参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスで迎え、5月13日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。背番号は前年までタナー・シェパーズがつけていた52、同日のヒューストン・アストロズ戦で MLB 初登板を果たした。この日は1回に3を投げ無失点だった。北米選手の中では最年長でのメジャーリーグのデビューであった。8月7日に戦力外となり、9日にマイナー契約で、 トリプル a 級ラウンドロックへ配属された。9月28日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロスター入りした。2019年1月13日に、千葉ロッテマリーンズと契約を結んだことが報道され、翌日球団から正式に発表された。その後、同じ名前のブランドン・レアードが入団したが、登録名は DNA 時代から引き続き、ブランドンを使用する。 4月3日の埼玉西部ライオンズ戦で先発2回を投げ、自責点3で思うような結果が出なかったが、6月1日の西部戦ではリードされている中、リリーフで登板し、3回1、3を投げ、脱三振6、自責点0で試合の勝利へも大きく貢献した。しかし、8月17日のオリックス戦の6回に左の痛みを訴え板し、 8月20日に左ひいの屈筋腱の炎症と診断されて以降登板はなかった。11月30日、球団からジョシュ・レイビン、マイク・ボールシンガー、ケニス・バルガスと共に契約不更新通告を受け対談が決まった。2020年2月7日にレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加すると発表した。しかし、コロナ禍により、 マイナーリーグの中止が決まった6月に解雇されてしまう。その後8月1日に楽天モンキーズが獲得。発表と同日に来大し、2週間の隔離措置を経た、あとチームに合流することも合わせて発表した。9月10日の中心兄弟戦で来大初先発を果たし、5回に失点10奪三振であったが勝敗はつかなかった。その後は、 安定した成績を残せず中継ぎに配置転換され、最終的には10登板するも0勝2敗、防御率7.08でシーズンを終えた。2021年1月13日、久保ロッテジャイアンツの2軍のピッチングコーディネーターに就任したことが発表された。投げ下ろされる角度の大きな伸びのいいストレートが持ち味である反面、制球力には課題を残す。休息は、 平均 140km 台で、スライダーや、チェンジアップ、カーブ、シュートを投げる。2013年9月からジェフ・ウィリアムスを参考に、投球フォームをサイドスローに転向した。本人が日本語スキを自称しているように、来日後は日本語での会話を学習するだけでなく、文字の勉強も、用児向けの教材を用いながら、独学で続けており、 ツイッターではひらがなを取り入れたつぶやきを積極的に行うなど日本語に対して並々ならぬ好感を抱いている。また、2012年の春季キャンプで行われた朝の声出しでは、暑いぜ、と言って笑いを取ったり、監督である中畑清志に対し、清志、今日は絶好調と語りかけるなど、非常に人当たりの良い性格である。2018年の開幕前、 シアトル・マリナーズとの練習試合で、一郎に、頭部への支給を与えてしまった際には、とっさに、日本式に頭を下げて謝る仕草を見せた。敬験なクリスチャンでもあり、聖書のピリピ人への手紙4章13節のお言葉、私の力であるキリストを通じて、私は何でもできます。を信条とする。ありがとうございます。